はい、それでは6月間の勉強法の確認のその2なんですけども、その1の方が核となるようなことを言ってます。で、今回その2っていうのはそもそもその1の話の内容以前の話で、勉強時間が取れていないっていう方ですね、まあ、勉強しなかったらそれね合格できないので、勉強時間取るっていうのはもう第一ステップの段階なので、それができていなかったらね次いけませんので、だからそもそも勉強時間がない方にとっての今回動画です。なので時間取って、まあ1日2時間とか勉強できているっていう方はそんなにこの動画必要ないと思います。で、もう仕事で忙しくて勉強時間がないとかいう方いるんですけども、実際勉強する時間がないんじゃなくて、勉強時間はあるけれどもそこで勉強していないっていうのが一番の原因です。で、時間っていうのは止まってくれないんですよね。まあ誰でもわかると当たり前なんですけども、どん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 過ぎていくんですよ。で、知らない間に過ぎていってるってことにまず気づかないといけないんですね。で、自分が何をしているかわからない時間って意外と多いと思います。例えばちょっと確認してもらいたいんですけども、ご飯を食べている時間は別です。食べ終わってから何してますか？意外とこっから長くダラダラしてる方っていると思うんですよ、まあ、勉強始めるにしてもすぐ始めない、まあ休憩するのは全然いいんですけども、ちゃんと時間を区切って休憩してますか？例えば10分食事終わった、時計見た、そこから10分後から勉強しようと思って、じゃあ10分後から勉強始めてますか？ほとんどの方が、まあご飯食べ、まあテレビつけながらご飯食べてるのかなと思うんですけども、まあご飯食べて、食べ終わってちょっとテレビを見て、なんかいつの間にか1時間ぐらい過ぎちゃったとか、30分過ぎちゃったとか、っていう方意外と多いと思うんですよ。お風呂上がった後もそうです。お風呂上がって髪の毛を乾かして、とかしてですね、だいたいそれでも20分ぐらいで終わると思うんですよ。ちょっと女性がどれくらいかかるかはちょっとわかんないんですけれども、男性だったらもう10分とかでパワーッと拭いちゃって、頭パワーッとかして10分ぐらいで終わっちゃうんですよね。にもかかわらずその後なんかダラ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 何をしてるかわかんない。何に時間を使ってるのか。まあおそらくテレビ見たりとか、ちょっとスマホいじったりとかして、時間が浪費されていると思うんですけども、そういったことにほとんどの方が気づかないんですよね。で、時間がないじゃなくて、あるけども気づいてない。何かしら違うものに使っちゃってると、そういった時間ってすごくもったいないですね。これは5分とか10分であっても言えます。この5分10分の積み重ねが1時間2時間になるんで、個別指導でも言ってるんですけども、本当のちっちゃな時間で勉強してくださいって言うんですよ。5分とか10分で、だから5分なら5分でも勉強できるわけですよね。1問解けますよね。それが1日1問5分だったと決めたとします。ある1日の中のこの5分で決めたとします。その5分が例えばこれがですね、30日で30問できるわけですよね。5分で1問って計算したら1ヶ月で、で、こういったちっちゃなちっちゃな積み重ねなんですよ。それが1日5分を例えば、5つぐらい取れたっていうのであれば、それで5問できるわけじゃないですか。こういった積み重ねです。これをやっていただきたいんで、まず自分が忙しいから時間がないんじゃなくて、時間を、自分が何に時間を使っているのかっていうのが分かっていないってことが一番の原因です。勉強できる時間があるにもかかわらず、そこが勉強できる時間って思っていない、気づいていないってことですね。なんで、まずそれを見つけてください。で、一番いい方法っていうのは、自分が30分単位で何をしているのかっていうのをリアルタイムで書いていくっていうやり方が一番ベストです。夜の7時から8時、7時から7時半、何をしたかって書きます。入浴、うん、まあ入浴で30分ならありえますよね。その後、7時半から8時何をしたのか書く。食事、本当に食事で30分使ってますか？もしかしたら10分じゃないですか？もし10分だったのであれば残り20分使えるわけですよ、勉強に。そういったところを抽出していくわけですね、細切れ時間っていうもので、それを一つ一つ勉強時間に変えていくと、勉強時間に変えていく。そしたら勉強時間って1日2時間ってほとんどの人が取れるんですよね、っていう風な感じでぜひですね、行っていってください。なるほどなってわかるかもしれないんですけども、そこから行動に移すっていうのが重要です。で、行動に移して、それが三日坊主で終わっちゃダメなんですよ。それを次は習慣化させる。今回わかったですよね。わかる、次できる。で、その後習慣化させる。この3段階ですね。まで、ぜひですね、やっていってください。まだ全然時間ありますので、諦めずに、今からでも行動を変えて、習慣を変えて、
今年で絶対合格しましょう。エルテスのおでした。ありがとうございます。